日の天気はまあまあぼちぼち寒くて、でも僕車で乗るので気持ちいいぐらいですけど、皆さんはバイクで、今日はとりあえず、道沿いの道走って羽幌まで行きます。仕事遊びで、おらる。厚田の道の駅に着きました。途中で真っ白になって、もう全然前もう見えないぐらい吹雪あったんですけど、まあとりあえず無事にここまで着きました。海見えてきたんですけど、景色がすごい、本当にもう日本じゃないみたい、他の国ですね。皆さん大丈夫かな。ウラルは全然問題なく走れそうですけど、皆さんも多分暖かい服準備してるので大丈夫でしょう。なかなかホワイトアウト厳しいですね。バッチリです。やっぱり二輪は怖いですから三輪が一番いいです。今回で4回目になります。もうあと30分ぐらいで羽幌に着きますけど、もう今日は無事に、ちょっとだけ寒かったんですけど、もう景色最高、もうやっぱり北海道素晴らしい。ウラルももう無事に走れて、明日も頑張るんですけど、あと30分後ぐらい、もう今日泊まるホテルに着きますから、ゆっくり温泉入ったり、美味しいもん食べたり喋ったりしてゆっくりします。よかったです。羽幌に泊まってゆっくりして、ちゃんと疲れを取って、で今からもう宗谷岬向けて発車します。今マイナス1度だけで、ちょっとだけ雪降ってて、途中で1台がパンクしましたが、皆さんの手伝いとウラルに備え付けのスペアホイールのおかげですぐに復旧しました。初めての参加だったんですけど、北海道なんですけど、千歳から参加したんですけど、なかなか過酷です逆に北海道の人しないですよね。まあ本州の人すごいなと思って、準備もしてきたんで、あれなんですけど、そうですね、準備すごいです。スコップとウインチと、冬スノーモービルやってるんで、はい、スノーモービルは大丈夫なんで、あれなんですけど、スノーモービルに比べたらどうですか。過酷です石狩のホワイトアウトはどうなるかと思ったんですけど。これのウィンターライド初めてですか。初めてです。最初は怖かったんですけど、慣れるとお尻こう振ってるのもこう楽しくなってきて、コントロールもしやすいというか、逆にそれが楽しくなってくるっていうか、ケンダの冬タイヤ、冬タイヤで自分ではめ替えて、それでは無事に日本の最北端宗谷岬に到着できました。ウラル北海道ウィンターライド、今回は4回目の開催でしたが、毎回クレイジーだなと思います。でもある意味すごくウラルらしいイベントができました。アドベンチャー無限大、助け合い、自然とのつながり、限界へのチャレンジ、経験のシェアリング、全部やりました。いつもマシンより人間の方が持つか心配でしたが、皆さん無事に帰れてよかったです。楽しかった。
本当にいい思い出ができたと思います。